この跡がある人は、窓辺を探すと、クバが見つかるかもしれません。足から水を吸い、光合成を行い、鼻から人の血を吸い、DNA を解析、好みのチョコレートを生成してくれます。しかし、そのまま食べてはいけません。種を除かないと寄生されます。